和田正幸と尾崎由香のマダックスレディオ。皆さんこんにちは、ダックス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは、ダックス尾崎由香です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団エクサーツの代表和田正幸さんが尾崎由香と一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。はい、今週も始まりました。もう始まりました。お盆も終わってね、8月の下旬になってきましたが、きっとまだ暑い。まだ暑いですね。ね、本当ね。台風も来てるかな。あ、そうね。確かに、ね、雨もたくさん降る。あ、そうか。ゲリラ豪雨みたいなやつね。洗濯大変だ。ね、最近真夏でもあれでしょ、氷が降ったりはする時もあるから。氷が降る。ちょっともうとんでもない氷ですね。氷が降る。そうそう。えらいこっちゃですよ。もう外出ない方がいいね。本当に。できれば出たくないわ外に。本当ですか。はい、9月ぐらい、9月のね、あの誕生日の月なんですけど、そのぐらいまで出たく、ありがとうございます。そんなめでたいような年でもないという。いや、そんな。いうふうにお祝いしましょう。ね、ああ、そんな。9月を楽しみに。ね、ああ、そんなもう光栄でございますよ。はい。はい。じゃあ今回のニュースね。ニュース。今回は。これはやばい、語りたい。語りたいよ。では紹介していきますね。うん、お願いします。2025年にアベンジャーズ2作品公開、うん、マーベルスタジオがマーベルシネマティックユニバースの公開配信予定作品を発表。2025年にはエンドゲーム以来にアベンジャーズの名を冠した劇場作品を2作上映する。現在 MCU はインフィニティサーガーと呼ばれたフェーズ1から3を終え、ディズニープラスで配信中のドラマワンダービジョンを皮切りとするフェーズ4が進行中。コミコン2022年ではフェーズ4から6をザ・マルチバースサーガーと呼ぶことも発表された。うん、もうこれね、アベンジャーズ、そう、あんまり見ない人にとってはなんか難しい言葉いっぱい流れ、うん、並んでるなだけど、並んでますね、これもう MCU 大好きな人たちからすると、うん、全ての言葉にワクワクする、ワクワクするんですね、うん、とんでもねえなって。で、ロゴがね毎回出るんですよ、うん、3年後ぐらいまでにこの順番で、うん、作品が出ますよと。すごい、うん、今回は、そう、アベンジャーズのメンバーの中のこの人が主人公で、うん、でこの人とこの人が出るかもしれません、ロゴですよっていうのが想像がもう働いて、ワクワクが止まらないじゃないですか。ワク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 って感じ。ファンはでも嬉しいですよね。そうそう、もう来年楽しみ、再演もだみたいな、うん、そう、僕も厄年で大変だった時に、うん、やっぱりね、泣きながらこう MC を見て、うん、あ、この新作が出るんだったらもうちょっと頑張ってみようみたいな、そうそう、明日への勇気をもらうという意味では2025年まで発表になってるんで頑張れちゃいますよ。頑張れちゃうよね、うん、もう毎月新作出てほしいですもん。でも結構毎年出てますもんね。毎年ね、うん、大体3から5作品ぐらいですか。でも今回はディズニープラスで、うん、40分ぐらいのドラマがね、うん、6話でそれぞれ出てくるんです、はいはい、だからこれがまた最高、映画とは違った、ちょっと映画とは違うんです、切り口でね。私映画は見てるんですけど、アベンジャーズとか、うん、ドラマは見たことなくて、あ、もうね、実はこれ面白い、うん、イースターエッグっていうんですけど、はい、映画の中の小ネタとかね、うん、あ、実はここの背景にえっていうアイアンマンの時から実はもうキャプテンアメリカの盾がこっそり映ってたりとか、うん、あれ、これがやっぱね、このなんかオタク心をくすぐるところがめちゃくちゃあるんだけども、実は映画だけ見てるんじゃなくて、うん、このディズニープラスのドラマを見てると、うん、そこがまたつながるんです。あれっていう、あの話とこの話とこの話は実はこれつながってんじゃないのとか、はいはい、スパイダーマンでいうと最新作で探偵さんっていうか、はい、弁護士さんみたいなの出てくると思うんですよ、うん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 、一瞬だけね、うんうん、あの人は実はとか、そんなところも楽しめるんですか。ディズニープラスぜひ見てもらいたい。見たい、はい、いっぱいありますもんね。それを見てからだとまた、うん、こんなところにこんな深みがあったのみたいなことがあるので。じゃあ2回目映画見たらまた変わってきますもんね。大変だよね、でも30作品以上あるから。あ、そっかそっか。もう一周始めるとこれはね、時間が足りないな。どれくらいかかるんでしょうか、うん、もうね、何年もかけて2025年までには、うん、まあ見たい。そう、エンターテインメントの歴史の中で多分ここまでサーガっていうね、この物語が呪術つながりで、うん、歴史的な大作になってるものってあんまないと思うんですよね、うんうん、まあ三部作とかよく聞くけども、はいはい、やっぱこんだけね、30数作品もっとかな、うん、だから25年にはもう50タイトル以上になるんでしょうから、ね、そこまでのものってやっぱギネス級というか、うん、過去に類を見ないものだと思うので、うん、まあ途中から入りづらいとか思わずにぜひ見てもらえたらいいですよね、うん、一銭ももらってないですけど、もう大好きなんで本当にもう 大好きで大好物です。宣伝マンですね。宣伝マンですかね、本当ですか。さすがです褒められました、ありがとうございます。
というところで、はい、もう一個の方もいきますか。じゃあもう一個のニュースもいきましょうか。ちょっと今日オープニング長めにいきましょう、はい、三井住友フィナンシャルグループはアニメやゲームなどのコンテンツを改ざんやコピーが難しい形でデジタル化できる非代替性トークン NFT 事業に参入すると発表した。ブロックチェーン事業の新興企業ハッシュポートと協業する NFT の金融への活用、デジタル資産の保管や管理といった事業を想定し、両社で研究組織を設けて実証実験に取り組む、うん、これまたね難しい言葉がたくさん出てきますが、この、ね、NFT ってなんでか知らんけど、うん、このちょっとディスってるわけじゃないんですよ。でも非代替性トークンって言い方がまず難しいでしょ。難しい。なんかあの知的なものを試してきてる感じがして、うんうん、いやもうちょっと分かりやすくなんかおはぎとかにしてほしいよね。おはぎ、あもう助かります ね、 おはぎ、一おはぎとか二おはぎとかにしてくれた方がなんかね、一おはぎ、そうそう、非代替性とか言わずに、うん、でもこれやっぱ今ね NFT は本当に難しい、面白くって、なんか最近すごい聞きますね。そうそう、あの元々は、うん、まあ、ゲームのアイテムっていうか、うんうん、例えばラグナロクみたいな剣があったとして、はい、これが世界に一つですよと、うん、コピーできませんよと、うん、で勝手にコピーして偽物が出回りませんよっていうことに価値を置きましょうってところが、うんうんうん、まあ、アニメ業界というよりもゲームのところが最初話題になってて、だあこれ俺世界で一個だけのロトの剣みたいなことが言えるっていう、うん、このワクワク感だったわけですよ、うん、でなんならそれをあのクリエイターさんからしたら朗報で、うん、実はその剣のアイテムとか絵を描いたとして、うん、まあ、オザピアちゃんだったら声をセリフを言いましたと、うんうん、これが世界で一人の人に届きます、しかも、うん、転売されても、うん、その分転売し続けてもずっとオザピアちゃんにお金が入りますと、クリエイターさんに収入が、はいはい、一般的には中古で売ってしまうとその売られたものっていうのはクリエイターさん側にはお金入ってこないんだけど、はい、それがずっと、まあ、永久的にこのものは一つだから、うんうん、あのお金が入り続けるってところがメリットだったんですが、うん、まあまあね2週間に1回トレンドが変わるので、はい、あの何億円とかいう値段がついたと思えば何百万円になってしまったりとか、あ結構変動しますね、うん、でかつ仮想通貨自体 もう乱高下を繰り返しているので、うん、みんなね結構お給与の一部を仮想通貨とかに入れてる人はなめなめだったりとかするし、はい、まあ中長期でいうとずっと上がり続ける傾向はあるんですよ、うん、でも短期のトレンドで言ったらもうこんなに上がった下がったりするから手を出しづらいっていうのはあるんです。何に手を出していいか分かんない、分かんないもんね、うん、だから初心者向けの NFT 講座とかやってほしいよ、やってほしい、あのやっぱりこういうのって IT のトレンドで言うと先行優位性で早くに手出した方が勝つんですよ、うん、だから怖いな、なんか分かんないからなって言ってると、投資みたいな未来のレーターマジョリティって言って、うん、そうアーリーアダプターって言葉はちょっと難しいけど、うん、あの先にリスクがあるんだけどもチャレンジした人が勝てる領域ではあるのは確か、うん、ただあまりにも分かんないよね、今自分で喋っててもよく分かんなかった。でも今の和田さんの説明であ、なんとなく本当、はい、分かりました。よかった、和田正幸仕事したかもしれませんけど宣伝マン和田正幸さん、はい、すごい分かりやすい説明、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございますはい、ということでね、ちょっと長めのオープニングでしたけれども、はい、早速始めていきましょう。和田正幸と尾崎由香のワラクスレディオ、私も挑戦してみようかな。和田正幸と尾崎由香のワダクスレディオ、ハローアニメワーク。このコーナーはアニメ業界に就職したいなど、これからアニメにまつわる仕事に就きたいと思っている人、またアニメのことをもっと知りたいと思っている人に向けた業界紹介&相談コーナーです。はい、アニメ業界に入りたいけどどうすればいいのかわからないという人は多いはず。そんな人のために業界の仕組みや仕事への付き方などを紹介していくコーナーです。これね、尾崎ちゃんになって、ね、あの初めての初回ですもんね。初回です、ね、ちょっとこういう何ですか、就職相談とか、うんうん、なんかお仕事の実は後ろ側って見えないことが多いじゃないですか。多いですね。テレビアニメとか漫画とかって実はどうやって作ってるのってところとかもあるし、うん、なんかビジネス的なね、予算ってどうやって作ってるのとか、うん、配分はどうしてるのとかって、はい、なかなかその雑誌のインタビューとかでは出てこないこともあるので、はい、そこをちょっと掘り下げていこうよっていうコーナーなんです。お、私も知らないこともあるし、あるし、それを和田さんから教えていただける。説明しますよ。説明できる限り。
お願いします。よろしくお願いします。私も勉強します。こちらこそです。ではまずはメールをねご紹介していきます。お願いします、うん、まずはラジオネーム六角フラスコさんからいただいたご相談です。尾崎さん、和田さん、こんにちは。ダックス。こんにちは。ダックス。こんにちは。ダックス。いつも楽しい放送ありがとうございます。早速ですが漫画に関して疑問に思ったことなんですが、たくさんの漫画がある中でどの作品にも過去回想シーンがある描写があると思うんですが、そのシーンは過去のシーンを再利用しているのでしょうか、それとももう一度同じ描写を書かれているのでしょうか。過去のコマでは小さかったコマが後に重要な伏線となっていて大きなコマで描かれていることもあり、とても気になりました。わかる範囲でお聞きいただけると助かります。これはまた通な質問ですね、うん、視点が面白いね。その、うん、アニメと漫画でまた違って、うんうん、まあ、先に結論ありき言うと漫画は作品と作家によるっていうことだと思うんですよ、はい、これはそのコマをコピーして引き伸ばして、まあ、今デジタルだからパッとバンク作れたりするんですけど、うん、それで再利用してる先生も結構います。あ、いらっしゃるんですね、うんうん、あれなんかめっちゃジャキってるぞとかね、うんうんうん、このコマなんか明らかにコピーやないかみたいな感じのところもあって、これはきっと先生のポリシーとしては、僕がいい意味で解釈すると、はい、なんだろう、1年前2年前3年前の絵と今の絵が変わってたりするから、うん、画力含めて、うん、当時のこのキャラクターをもう一回載せたいと、うん、でそこからもう一回読み直してねとか思い出してねみたいな、うん、暗号的な意味合いを持ってんじゃないかなっていうのは僕は思ってます。でも一方で、え、いや俺画力上がっちゃったもんねっつって、うん、今キャラを描いたらもっと上手いぜっていう人もいるし、うんうんうん、ところがこれ悩ましいのは上手くなりすぎたり変わりすぎてて、うん、このキャラ誰ってなってしまう時もあると思うんですよ。そんなのもあるんだ。もうね、はい、やっぱ週刊連載なんか特にそうで、もう突然その量の質化っていうんですか、はい、連載始めた時はやっぱおぼつかなかったところが、うん、急に筆が乗ってきてある瞬間バコーンと質が上がる時があるんですよね。この先生どこ行ってしまうの、宇宙に行くのみたいなぐらいのレベルアップされる方もいるから、うん、だからきっとまあ僕が編集者だったら先生の画力見ながら、先生今回これバンクでいきましょうと、過去のやつをコピーしましょうと、うん、いやこれはもう書いてくださいと、うん、いうふうに多分ね編集者側からもコントロール入れてるんじゃないかなっていうのは想像します。あ、じゃあどっちもあるんですね。どっちもある。どっちもある。どっちもある。どっちの方が多いんですかね。あ、どうやろうね、まあ、これはもう全部の漫画を読まない限り、うん、僕も言うてそんな3000冊とか4000冊とか数えてないけど、うんうん、2万冊読んだ人と比べたら知見が少ないじゃないですか、はい、母数が少ないから、うん、だからなんとなくだけど、まあコピーしてる人の方が多い気がしますね。6対4とか7対3ぐらいじゃないですか、肌感覚的に。これ全然数えてないよ、はいはいはい、なんか AI がねちゃんとそれを集計とかしてくれたら面白いかもしれないね、うん、でもそれに気づけるのかな、見てて。あ、自分がいざ過去のね、うん、出てきたら回想シーンみたいな、うん、読んでてそれがあ、これは繰り返し使われてるんだなとか、うん、新しく書かれてるんだなっていうのが気づけるかって言ったら難しい。だからこのね、本当にすごい指摘だと思うので、いい着眼点ですね。よく、うん、読まれてるなと思うし、うん、きっと漫画を好きな方なんでしょう、うん、だアニメはまた全然違って、うん、これがねあれなんです。もともとはその変身シーンとか、うん、ロボットの合体シーンとかっていうのが、アニメの制作費の予算の関係上、うん、まあ、特撮もそうなんだけどアニメの場合書かなきゃいけないから、はい、そのページの枚数というかパラパラ漫画の数を、うんうん、1枚いくらって形でやるわけじゃないですか、予算化するので、うん、毎回同じものを使った方が予算が削減できるってなったんですよ、うん、だから限られたね1000万とか2000万とかって予算の中で1話作るとしたらバンク使えば他のところに労力を避けるよねっていうことなんです。そうですね、うんうん、だから一番みんなが浮かぶとしたら多分セーラームーンの変身シーンとか、うん、はいはい、あとはあれかな、戦隊もののロボットがこう戦ったりとかヒーローものとかで、ね、うんうん、アニメだったらガンダムで合体シーンとかあると思うんですよ、うんうん、だそういうのはほぼほぼバンクです。バンク、うん、でいろいろ諸説あるんだけども、うん、ルーツはもともと歌舞伎の大見え、うんうん、いよーって言ってなんとかかんとかのってこう向上しながら、はい、ポージングをするところがあるんですけど、うん、それを参考にして東映アニメーションさん、まあ、当時東映動画だけどそこがこうバンクっていうのを作り出したっていうのは言われてて、あ、そこから始まって、でもこれもね本の伝聞だからいろんなルーツがきっとあるでしょうから、うん、この作品が鍵になってるとかっていうのはあると思うんだけど、うん、やっぱ苦肉の策だったんだと思うんですよ、いろんな技っていうかね、うん、ディズニーのフルで動くリミテッドじゃないアニメーション、うん、だったらそんなバンクってことの考え方ないでしょうし、うんうんうん、
使い回すのは良くないと、全部書きましょうみたいになるかもしれない、うん、っていうものもあるし、そうアニメの場合はね、だから、うん、まあ、考え方というかその時間と予算の制限の中で生み出した技って感じはしますね、うん、だからもう正解はないというか、うん、ないんですね、どっちか、まあ、どっちもある、そうズバリ言いましょうっていうことはなかなかこれはできない問題、ま、そうあのこの、ご質問、うん、あのお便りのご質問にズバリ答えるっていうのは、そう、ね、答えがない、そう答えに近づくことはできるけど考察はできましたねって状態かな、うん、だから漫画の場合やっぱ回数ね、そのなんでしょうね、こう過去をふにゃ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 ところで3年前みたいな時とか、うん、あのキャラクターがまた成長して出てくる時に初登場シーンがもう一回出るとか、そういう感じの使われ方をすると思うので、うん、またさっき言ったアニメの文脈とは全然違うと思うんですよ、うんうんうん、はい、いっぱい喋ったけど結論になってないですねこれね、それを今小崎ちゃん言ってるね多分、うん、答えがね、結論はどうなんだろう、出せないなって問題、はい、次回へ続く、次回へ続くそうそうということで、このコーナーではアニメ業界に就職したい、詳しくなりたいという人からのメールを募集しています。どんなことでもいいのでじゃんじゃん送ってきてください。和田さんがビシッと答えてくれます。ビシッと答えてないけどね今日ね今日はね異例ですね。ということで以上ハローアニメワークでした。和田正幸と尾崎由香のワダックスレイディオ、ワダックス七色セルフオーディション、ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして、架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしてもらいます。最終的に合格した学生さんには和田さんが社長を務める X アーツのグループ会社が手掛ける作品への出演権がプレゼントされます。ではまず8月のテーマセリフを発表します。8月の女性用セリフはラジオネームラビオンさんからいただいたこちらです。こんな日が来るなんて信じられないとなります、うん、ではここで最初の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いします。はい、総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ名古屋校、赤ちゃん用のお菓子が大好きな16歳坂美琴です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。では、はい、まずは演出を入れずに読んでいただきましょうか。ご準備よろしいですか。はい、はい、ではどうぞ。こんな日が来るなんて信じられない。うん、これはどんなイメージで演じられましたか。はい、アイドルに憧れている女の子が憧れの夢のステージに立って、うん、自分のメンバーカラーで一色の客席を見て感動しながらっていうイメージでやらせていただきました。そうか、キラキラと思う、ステージがね、キラキラ、うん、ね、そんな感じでたね、確かにね、うん、素晴らしいです、いいですね、可愛らしい感じね、うん、では和田さん、はい、演出を入れていきましょう。これはねまたちょっと違う方向でね、うんうん、行きたいからな、したい、やっぱじゃあ僕はもうこれでいこう。一番くじをめくった瞬間ですねで一番めちゃくちゃ欲しかった A 賞のやつがちらっとちょっとずつ見えてきた時のこのあこれ絶対 A じゃねえっていうあーっていうね瞬間の思いを込めてやっていただけると、うん、まあさっきの年齢感よりもちょっと上げてみますか。あの大学生ぐらい、あご自身がね今高校生なんですけど、うんうん、少し、はい、あの年齢をなんだろうな5歳ぐらい上げてもらうといいかもしれないですね。お小遣いバイトしてね、はい、こう念願のこれを一番くじをめくるぜっていう瞬間をちょっといただきたいです、うん、はい、ご準備よろしいですか。はい、ではお願いいたします。こんな日が来るなんて信じられない。おー躍動感というかめくる瞬間がちょっと見えた信じられない信じられないすごい素敵です絵が浮かびました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。では続いて2人目の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いいたします。はい、総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校パフォーミングアーツカレッジ、チョコには目がない、食べることと寝ることと絵を描くことが大好きな17歳ゲデスジェシカです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速こちらも演出を入れずに最初に読んでいただきましょうか。ご準備よろしいですか。はい、
では大丈夫です。はい、お願いします。こんな日が来るなんて信じられない。おい、ありがとうございます。これはどんな感じ、ね、どういうイメージでやられたんですか？そうですね、あのお金持ちが大好きな OL20 代が道端で石油王にプロポーズされるっていうわあ、すげえねそれね。きっとねバカでかいダイヤとかをもらってるかもしれないですね、うん、こうなんか。そうですね、うん、すごい眩しかったです。眩しかった、そのイメージですごい面白い盛大な、うん、かなり斜め上のこのね、うん、世界観でした ね、 面白いね、面白い。これ私が演出つけるのどうしようかな今のはあれだったんですね、あのファンタジーじゃなくてリアルな現実社会という感じだったんですかね。すげえな、僕もあのそんな風にプロポーズされたいわなかなかないですよね。じゃあ、はい、私もされてみたいですじゃあ今回はゲデスさんが、盲目だった少女で今回手術を受けるんですよ、はい、盲目なんでね。で手術受けてその手術が大成功して視力が奇跡的に回復した瞬間のセリフにしていただきたいなと思います。年齢感どのくらいがいいだろうね。そうですね、そうだ年齢か、年齢さっきは OL さん、 OL さんだったね、確かに、はい、少女だからもうちょっと若いかな、14歳、11歳、11歳11歳にしましょう。では11歳でお願いいたします、はい、どうぞ。こんな日が来るなんて信じられない。ね、見えた感じがする。年齢感見えました。そうそう、年齢若くなってね、グッと幼くなって、お声の感じね、確かにね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで坂さん、ゲデスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーで使用する男女別のセリフなども募集しています。どんどん送ってきてください。ということで以上ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香のワダックスレディオ、そろそろおしまいの時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはワダックスアットマーク joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回のおまけは私から和田さんに聞きたいハローワークをお話ししていきます。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。はい、さてここでお知らせはどうですか？はいはい、ありますか？尾崎ちゃんは？私は今回ないです。ツイッター見てねってことね。ツイッター見てください。わかりました。じゃあ和田から一ついきます、はい、ですねグループ会社のルーデルのですね、うん、ドラゴンエッグというスマホゲームがあるんですが、はい、こちらがオーバーロードとのコラボが、まさに、2日前からかなスタートしております、うん、コラボではオーバーロードの大人気キャラクターアインズ、アルベド、アウラン&マーレたちがコラボ限定ガチャから出てきますと、うん、またあのドラゴンエッグは7周年ということで、記念でですねアインズとドロッシーのコラボモンスタースキンが当たるセレクトくじガチャも開催するというところです。あとはオーバーロードの原作とアニメの番宣ポスターが非売品ですね、これね、当たるリツイートキャンペーンもやってるのでぜひドライグの公式ツイッターを見てください。よろしくお願いします。お願いします、うん、では今回時間もまだまだあるのでふつおたを今回紹介していきたい、うん、紹介しましょう紹介しましょう。じゃあじゃあまずたくさんいただいてますから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。東京都のですねラジオネームあられさんからいただきました。尾崎さん、和田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。美容師のあられですと、尾崎さんがパーソナリティになられて初めてのお便りを送っています、うん、おありがとうございます。とても尾崎さんの初々しい可愛らしい話と和田さんの優しいツッコミとっても癒されていますこれからどんどん尾崎さんのいろんなキャラを聞けるのが楽しみにですと、うん、これからもワダックスラジオ楽しみにしてますということでね。嬉しい、うん、いいですね。ういういしい可愛らしい話、可愛らしい話、和田さんの優しいツッコミ俺突っ込んでるかな大丈夫かな、ボケなんですけどね。本当です
ですか。本当ですよ。和田さんツッコミお上手ですよ。違う違う、無理無理、もうそんなもう、もう伊福部さんがホーンって顔されるよ、そんなもうね見事ですからね、あのやっぱり伊福部さんの あのラジオのラジオね、僕も前にゲストで出させてもらって、うん、本当的確にもうお話がパチ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 ってこう、あのなんていうの、僕みたいにふにゃっとしてないですね。ふにゃっとしてない。そうそうそう、でも私もツッコミできないんですよ。ツッコミ、あ、そう。なんでやねんってことですよね。なんでやねんってやつ、そうそう。それしかできない。なんでやねん、チョップしてたよ。なんでやねん。え、なんでやねん、あ、こっちから、横から。横や、うん。私、チョップしちゃいました。できない。もうダメだ。いやいや、それもボケですよ、それね。それもボケ。そこに対して、立てちゃうで、横やでってね、ことですよ。はい、もう一ついきましょう。はい、東京都のラジオネーム M やんさんからいただきました。ワタポンさん、オザピアさん、こんにちは。ダックス、ワダックス、とオザピアさん、番組の MC 就任おめでとうございます。ワタポンさんとのコンビでどんな番組になっていくのかとても楽しみです、うん、さてさて、最近では毎日、もううなるような暑さが続きますが、うん、お二人が夏バテ対策でされていることがありましたら教えてくださいということで、うん、うん、もうね、もう暑いから、ま、暑い、そうですよ。どんなことやってます？なんかペットボトルをあの脇に挟むとかね、うん、あ、冷たいやつね、ありますね。あるね。なんか今、うん、あのポケットなんか扇風機みたいなのとかあって、あ、みんな持ってる、みんな持ってる気がします、うん、ピンク色と人多い、あれを今探してます。探してるの？はい、対策したいなって。あ、本当に。私本当何もないんですよね、対策が。ハンカチを持つ、うん、ハンカチはもう必須でしょうね。必須。あれ忘れた時のショックね、あのタオルね、うん、でも僕もあの扇風機はすごい悩んでて、うん、実はあれなんですよ、うん、扇風機を回す瞬間のこの分はいいんだけど、うん、あれって多分 500g とか 300g とかあるでしょ、はいはい、だからそれをカバンに入れてずっと持ってるのが ね、 そうなんですよね、しんどいなとか思うんだけれど、はい、実は自分の体重の方がもっと大きいから、あの 300-500g 減らして、うん、あれを持てばいいんだと思いますけどね、うん、なんかね、私も荷物持つのあんまり好きじゃなくて、うん、重量が、うんうん、なんでいつも小さいバッグを、うん、もう持ってる中でも小さいバッグを持って行動しようとするんですよね、うん、だから扇風機はもうちっちゃいの持ってるんですけど、うん、ずっと家にあります。あ、わかるわ。家でしか使えない、あの充電バッテリーと一緒ね。そう、わかるんやけども、これを持っていくのは重いぞと。タイムリーですね、今日忘れました。あ、本当、充電バッテリーいい、ね、タイムリーやねポーズがいいっすね。もう今思い出しちゃったいやもうね、あるある、だからもう暑いと忘れっぽくもなるし、うん、もうとにかくだから日陰を歩くことですよ、うん、日陰歩く、うん、でも荷物持たないことも対策ですよ、うん、持つとやっぱ重量で、あ、確かにね、そう、あのこのトートバッグでもここに汗かいてね、この肩のところに、暑いよな、しっかり対策されてます。やっぱり外に出ないことですね。外に出ないこと一番なんだろう、冷えピタとかね、なんか技ないのかな夏バテ対策ね、うん、まあ、僕はあの暑さを避けるという意味じゃなくて、暑いんだけどあの火鍋とかカレーを食うということですね、スパイスカレーを。そうするとやっぱ体に漢方というかスパイスが巡るから、うんうんうん、ちょっと夏バテしなさそうな気がする。あ、そこでも暑さを感じるから、うん、プラシボ効果かもしれないけど、暑さ慣れ、うん、するってこと、浸透を滅却すればということですね。ねえ、いいですね、いいですか、いっぱいありますよ、す、はい、夏のね対策がね、うん、どんどんそのお便りみんな欲しいですね、そういうことも ね、うん、いっぱいください、お待ちしております。ということで、ここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香でした。ありがとうございました。この番組は株式会社エクスアーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。